はい、皆さんこんにちは、ドットコムドットコムです。大穴な俺を怒らせろパート104になります。はい、では続きやっていくんですけど、ちょっと諸事情でセーブデータ2つ作ってるんですけど、こちらですね。なんですけれども、とりあえず敵に関してはおそらくほぼコンプリートしてるかなって気がするんですけれども、実は、一つだけまだ出てない敵がいるんですね。それがですね、パート74の8分あたりで出てくる敵がいると思うんですけれども、そいつがですね、実はクテシフォン山岳遺跡に出るらしいんですね。まあ、ちょっととあるソースで知ったんですけど、まあ、ソースって言っても独自ソースなんですけどね。まあ、それで出てくるんですけれども、ただ、どう頑張ってもらえなかったんで、ちょっとそれに関しては諦めます。で、そうだ、この扉なんですけど、あれ、どっちだっけ？左が正規なんだっけ？あ、右か。右ですね。どれだっけ？こっちか。これですね。これどうやるかなんですけど、とりあえずまあある時やり方分かったって言ったんですけど、まあなんていうのかな、まあ考えれば分かることだと思うんですけれども、はい。ですね、ある程度操作を放置していれば出てきてくれます。出口への道がちゃんと出てきてくれます。まあ、それだけですね。はい、じゃあ、早速本題に行きましょう。今回はバーノフ城後半編という言い方も変ですけどね、後半部分ですね。ここなんですけど、全部黒なんですよね。もうちょい先でも黒なの。正直ここ生物2種類出んのかなってのもよくわかんないんですけどね。まあ、とりあえず見てみますか。はい、岩尾です。まあ一人演技よくわかんないことやってるんですけど、マミさんなんだっけ、近距離かあったな。マジジラはまあいいんだけどね。オルコとかオルコットだけが頼りっていうね。え？案外弱いのこいつ。なんだと。案外ごつそうなくせに弱いとは思わなかったな。セリフ全部かどうかわかんないんだよね。いやー。レベルマックスになってるんで、あんま痛くないですね。生物出んのかな？でも生物単独が普通に出てくるので、それとあったら、いやー、効果音が激しすぎる。それとの兼ね合いがあったら、果たして生物が、ちっちゃいやつが出てくるのかどうかが怪しいんですけど、果たして。出ないかな。多分普通に生物狙った方が、普通の生物を狙った方がいいのかもしれない。まあいいや。じゃあちょっと普通の生物狙っていきますか。どの辺で出んの？あー、出た。倒せるかね。そうだったら武器もしっかりよかったのに。いやー、あ、倒せた。今しかも何もなかった。でも経験値がない、ね、まあ経験値もらってもしょうもないんですけどね。今更ちょっと武器持ち替えますか。どうしようかな。
マリさんもその予習も全然聞かないのか。とりあえず強い武器を変えましょうか。じゃあどうしよう。ナガジジラはどうしようかな。ナガジジラその優勝でいいか。でオルコットは厳島にします。とりあえず岩尾はもう完全スルーしますか。じゃあちょっと待って、セーブの方法忘れちゃった。じゃあ行きましょう。遠距離か。こいつ結構防御が高いから、あーオッケー。美少女フィギュア、これはゲットですね。とりあえず、とりあえず前向きでって今 10分ちょっと超えたばっかなんですけど、とりあえずなんとか入りましたね。名前からしてね、わかるもんね。30か。いけるかなぁ、ナージェジラで。30で、20だから80はいけるか。もうちょい粘るか。イワホンはいらないって。あ、ちょっと倒しちゃったか。まだ出ないかもしれない。もう一回出ますか。いけるかね。果たして今回で。ダメか。ファクター、果たして48がいつになったら所得できるのかっていうね。所得じゃない、取得です。よく間違えるんだよね。いやー、マジか。ナージジラ頑張れ。ダメか。うわー、積んだ。あー、オッケー。ナージジラよくやった。抱き枕とりあえず、なんかまだあったっぽい。抱き枕斧だからもう売ること専用ですよね。どれ、これか。あ、40出てきましたね。ちょっと待って、40でしょ。全身ゲーム4つだっけ。20か。40、20の60で、で大型リュックサックの20だから、とりあえず80はいったね。ラジラどうなんだっけ。30、20で、やっぱ80か。もうちょい粘るか。何種類かあるっぽいですね。